ういうところで今日は ESTJ さん、うん、内向感覚を伴った外向思考タイプですと。 ESTJ さんは具体的な事実を合理的に用い、論理的でかつ分析的に考え決断する、うん、課題を遂行し終えるために具体的に仕事の進め方を組織立て、他者を組織して実現することに喜びを見出そうとします。社長ですね、はい、名前をつけるなら、うん、他でどうつけられてるかは知りません、はい、でこの ESTJ さんの組織への貢献の仕方は、仕事の流れを前もって把握する、筋道立てて仕事の内容を検討する、手順、物、人を組織する、仕事が正しく計画通りに終わったか一つ一つ確認する、着実に手順を踏んでやり遂げるとありますね。この ESTJ さんの思考の序列は、うん、思考機能があり、感覚、まず思考、感覚、うん、直感、感情が最後です、うん、まあ、これは成長する、はい、順番でもありますが、うん、もうこのね、ごめんなさいね、今ふと思ったのが、はい、思考が来ますと、思考が来ます、意味がわからないのが、はい、例えば、うん、感覚とかだと事象があって、はい、事象がこうだから、うん、思考するわけじゃないですか、うん、思考が一番って何ですか、何をもとにこの人は考える、思考って、状況、思考って来られるとなんだなんだって、まあでも外向思考ですよね、はい、なので世の中の状況ですよを分析しようとしだすみたいな、今どういう状況が起きてるのかじゃないですか、あ、論理立てで、うん、三段論法で考えようみたいな、三段論法かは分かんないですけど、はい、まあでも世の中に何が起きてるのかを理屈で考えようとするみたいな話じゃないですか、自分がどう感じたとかっていうよりは、物の本を読むと全部それ一辺倒になるのが僕の悪いところなんですけど、はい、今コンサル1年目で必要なことっていうのを読んでるんですけど、はい、大体なんかその5、あ、そっか、うん、ゴールがあってってことですね、うんうん、その人の何かゴール的なものがあって、うん、それに導くための思考、うんうん、っていうことでいいですかね、まあ、その外界に対応するしたい話人たちじゃないですか、論理的に、はいはいはい、で要は自分がしたいことをどうするかっていう思考、うんうん、思考、論理的にどうするかみたいな、なるほどね、はい、なるほど、お邪魔してすいません、はい、F が邪魔をして、はい、ではこんな、でもそれ言うと F が知るのも一緒のことですよねああまあまあ、いきなり感情って何みたいなとこじゃないですかもう僕が決めたいがあるんですよ、それと一緒じゃないですかっていうことだなっていうことですね、はい、すいません、はい、という ESTJ さんのリーダーシップスタイル、うん、直接的に働きかけるリーダーシップを取り、事態を素早く取り仕切ると、うん、問題解決に過去の経験を応用する、あ、 S っぽいですね、うん、適当に言いましたけどキビキビと状況の核心に切り込む、周りの人のことを気にしないからいけるんでしょうね、素早く判断する、はい、J ですからね、うん、階級を重んじる、伝統的なリーダーとして行動する、うん、まあ、こういうルールがあった方がやりやすいですから、うん、だから周りは見てると思いますよ、あ、で論理的に見てるんですよ、 やられるのはいらん人ですね必要ない、必要ないかどうかは別としてこの人たちは周りを見て、この人はこうやって動くといいなみたいななるほど、この人、あの人はこういうことが得意だからこれさせるといいんじゃないかとか、もう一回そういう目で見たかった、はいはい、という ESTJ さんのラーニングスタイルは、実際に試したり実際に行動に移すことで学び、体系だった方法で学ぶと、うん、実際に役立つことや使えることに焦点を置いて学ぶことを好むと。小説なんて読まないんでしょうね、
小説は役に立つと思ったら読むんですかね。あ、多分そうですよ。なるほど、うん、そんな ESTJ さんの課題解決のアプローチは、状況を論理的に分析し自分で管理できる状態に整えるために、うん、T もう自分でやりたいんだ、うん、なるほど。で、事柄の確信を得た事実と関連する具体的な情報を集約、これが S、うん、しながら解決しようとするよと、 TS ですね、うん、で、より良い解決に導くためには、今見えていることよりももう少し広い観点から物事を見たり、うん、これが N、まあ、過去ばっかじゃないよってことですね、うん、人や自分への影響を考慮する必要があるっていうことですね。これも F、 F も見てって話ですね考えてって、はい、傷ついてる人いるよって、うん、僕も仕事できるよってはい、はい、申し訳ないのが、うん、F の人本当申し訳ないです、うん、僕がこうやってなんか貶めてる感じしますよね、はい、比喩でございます比喩のつもりでやっております、はい、あと僕の劣等感を隠すためにこれが出ております、うんうん、字幕で出しておきましょうかねこれは劣等感が爆発しております、はい、そんな ESTJ さんが好む職場環境、仕事をやり遂げるためにしっかりと着実に仕事をする人、すなわちハードワーカーが求められると、うん、自分が責任を持って課題遂行できる、物事が組織だっていたり体系だっている、チームプロジェクト性が惹かれている、仕事が安定しており予測できる、生産的および効率的であることに焦点が置かれている、課題達成が奨励される。もう今まで読んできた通りの感じですね。はい、こういう会社が売れるんでしょうね。こういう会社が売れるかどうかは分かんないですよ。あ、そっか、やりづらいって感じる人もいますね。やりづらいって感じる人もいるし、まあ何ですかね、こうタスクをこなしていくみたいな感じじゃないですか。まあ何でしょう、うん、某、はい、居酒屋チェーン、大きいチェーン、はい、うん、あのミキさんがやってらっしゃる、はい、はなんかずっと仕事せえみたいな感じじゃないですか、うん、求められるのはハードワーカー、うん、まあ、現代社会だとなかなか難しいですよね。まあ、なんかこう仕事を淡々とこなしていく人って感じですよね。なので、まあ、そういう職場は向いてるかもしれないけど、こういう人はね、こういう人は、はい、うん、でそればっかり会社が全部そうだったら、なんか新しいアイデアとかもあんまり出てこなさそうじゃないですか。あ、うん、ただなんかこういうところになんか、うん、そのアルバイトニュースとかを読んで、はい、なんかチームワークに優れた会社です、うん、和気あいあいとやってますみたいな感じのところだと思って、うん、行ったら多分大変ですね、うん、というこんな ESTJ さんの、考えられる弱みとしては、うん、決断が早すぎたり、他者にも自分がやってるよ、そうするように、うんうん、プレッシャーをかけてしまうことがある、うん、すでに機能していたりできていると自分が考えていることについて考える必要性を見ないことがあると、うん、まあ、確かにそのこの人と一辺倒の目線だと、うん、最高の会社を作った、うん、いや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 って話ですよね、うん、まあ、効率重視みたいなところじゃないですか。はい、この人の効率ですよね。この人の効率っていうか、人によっては効率なんか求めてなかったりするわけですよ、はい、早く帰ってゲームしたいとかっていう人もいるかもしれないじゃないですか。まあ、ある種の効率、うん、はい、うん、共同っていう、共に働く、うん、共同で一つの仕事を終えることの良さを見過ごすことがあると。あ、そうなんだ、自分がやったって思うんですかね。俺の成果だ、俺の考えた通りに動いたから、うん、共同、みんなで働いて、はい、一つの仕事を終えることの良さを見過ごすことがある、うん、なんか一つのことを作り上げるのって楽しいじゃないですか、うん、劇団とかやってたことがあり、はい、楽しかったんですけど、うんうん、みんなで作るみたいな、うんうん、大したことないと思うんですかね。この人たちはあれじゃないですか、組織化みたいな、あのこの人はここに入るのが効率的みたいな話ですよね。はい、なんかこう感情的にこうみんなでやったみたいな達成感みたいなのはあんまり重視してないみたいな
あ、そっか、達成感には多分興味ないんですもんね、うんうん、効率ですよ。効率と多分まあ利益、利益とか、はい、自分の感情や個人的な価値観に関心を払わないあまり、うん、物事の収集がつかなくなることがあると、うん、成長のためのヒント、うん、としましては、うん、人の気持ちや人間関係への影響なども含んださまざまなことを考慮してから決めましょうと、うん、まあ、僕みたいな人もいるよっていうことですよ。まあいろんな人いるんですよ。僕まだ働くハードワーカーの方ですよ、うん、漫画、うん、昭和世代ですし、はい、徹夜もいといませんし、うんうん、でこの人のハードワークはでも効率ですからね。あ、時間じゃない時間じゃない、なるほど、長時間労働ってわけじゃないみたいな。じゃあ合わないわもっと効率よくやってとか言って言われるんですよ。で、他の人が変えたいと思っていることで実際ためになることがあることに気づきましょうと、うん、あえて他者への感謝の気持ちを表明するように努力しましょう、うん、自分の気持ちや価値観を確認するために仕事から離れて内省する時間を設けましょうと、うん、あなたに本当に必要なものは、うん、その毎日の徹夜ですかっていう話ですよね、はい、それが響くかどうかは分かんないですけどねいやでも、はい、なんか俺の人生って何って言う瞬間はある気がするんですけどね、うん、はい、まあみんなありそうですよねそう言われると自分僕もそうですね、はい、はい、うん、何も頑張ってこなかったけど、うん、でそのためになんか仕事しなきゃみたいな価値観じゃないですか、うん、はいはいはい、うん、一歩引いて、うん、冷静になって、うん、俯瞰してみるっていうのは大切ですよね、うん、はい。